なんで自殺はいけないの？いけなくはないけど、やっぱ悲しいよね。俺は友達が死んだことがあるからさ。まあ YouTube やろうと思ったのもね、その死ぬやつが減ればいいなっていうのはもちろん思ってるよ。俺らの動画見て。俺は正直ね、みんな自殺はしてほしくない。だけど、まあするってなったら正直止めれないんだよね。だからそこはもう尊重するよって言うしかない。俺この前 DM 来たんだよね。明日死にますみたいな。で、なんか、なんだっけな。ちょっと急に重い話になるんだけどさ。明日死にますみたいな。で、なんか、今までの人生こんな感じでしたみたいなのがあって、なんかお母さんが癌で死んで、お父さんが自殺して、で、ずっと貧乏でいじめられ続けて、で、なんか、で、ついに最近おじいちゃん、唯一の身寄りのおじいちゃんが死んじゃって、で、だから私はもう死ぬことにしました、みたいな。でも唯一笑えたのがエビスジャップの動画を見てる時で、本当に感謝してます。最後にお礼を言いたくて、みたいな感じの DM が来て、マジか、みたいな。で、なんか、富士さん、ケスさん、森山さん、タクさん、サナギさん、リカコさんにはすごい感謝してますって書いてて、あ、めちゃめちゃ見てるやつだ、みたいな。サナギリカコを知ってるってことはめちゃめちゃ見てるやつだみたいな感じで、だからまあね、そいつも多分暗い人生だったんだろうけど、まあそのちょっとでも楽しい時間作れたならまあ良かったなとは思うけど、そういう時に俺は何て言えばいいんだろうなっていうのはマジで思うじゃん。でも俺は何て返したかっていうと、え、スコラ見る前に死ぬのダメだよって返したのね。で、そしたら、いや、もう悔いはないんで、大丈夫です、みたいな感じで返されて、もう何にも言えなくなっちゃった。だからそこでさ、なんか無理やりダメだよって言ってもさ、具体的にさ、その子がさ、なんか今後何が楽しいことがあるんだ、何を希望に生きていくんだ、みたいなのを俺が示せるわけじゃないしね。で、実際結構絶望的な状況なんだろうしな、お金もなくて。もうなんか本当に何のために生きてるか分かんないっていうのが本音なんだろうなと思って、だからもう俺はもうしょうがない、だったらもうお前の選択をリスペクトするよって言って俺は返した。そう、尊重するよって言って、来世は楽しめよって言った。 でもそっからな、 DM 返ってしてないけど、まあ生きてるといいね。やっぱ死ねないって言って生きてるといいね。そう、辛いよね、そういうの言われるとね。ごめんな、重い空気になってしまって。止めてほしかったっていうのもあるかもしれない。あるかもしれないけど、まああれはなんか本当に決意してって感じの風に見えたね、俺には。そう、だから死ぬのはダメって言うけど、いざ、そう、手詰まりで死んじゃう人も、1年間に2、3万人はいるわけで、まあそういう人をこう、無理やり生きることを、こう、押し付けるっていうのも、まあ、するべきじゃないかなとも思う。